にちは、オリネです。今日はダイソーさんで購入してきましたシェノン、こちらを使いましてセーター編んでいきたいと思います。今年の新しい糸です。こういった感じの糸になっております。今回7号で編んでいきたいと思います。今回はですね、2段1セットで編んでいこうと思います。まず前身頃編んでいきたいと思います。で、後ろ身頃もほぼ同じ編み方になりますんで、はい、ではまず鎖編みを、作り目は120目にしました。裾を10目リブにしておりますので、10目はリブ編み、110目を本体の編み方っていう感じで編んでおります。今回見本としてですね、30目編みたいと思いますので、30目鎖を編んでいきたいと思います。それでは30目編んできました。で、ここからですね、まずこの作り目のこのビヨーンってなってるのが肩の方になりまして、こっちが裾になるんで、ここにリブを10目作って、で、あとの110目は模様編みをしていくっていう感じになります。で、最初の10目のリブはですね、引き抜き編みと糸をかけての引き抜き編みの交互で編んでいこうと思いまして、奇数段は引き抜き編み、偶数段でこう戻ってきた時に最後に10目編むんですけども、最後の10目は糸をかけての引き抜き編みっていう感じで編みたいと思います。はい、では30目編んでまして、31目目ですね。で、この 2個目の裏山、ここに引き抜き編みします。最初の目にマーカーつけときます。ちょっと救急車来ましたが、引き抜き編みを10目行います。はい、それでは10目引き抜き編みが編めました。はい、ではここから模様編みになっていくんですけども、奇数段はですね、中長編みの方眼編みを編んでいきます。で、まず鎖1回をスタートにします。鎖1回して1目飛ばして2目目ですね、中長編み、はい、鎖1回して1目飛ばして中長編み、鎖1個飛ばして中長編みを端っこまで編んでいきたいと思います。それでは最後まで編めました。では2段目いきます。鎖2回で立ち上がって編み地をひっくり返します。偶数段はですね、取るところなんですけども、ここが頭ですね、頭のこの2本の手前の1本、ここだけを取って編んでいきます。はい、ではまず最初の目だけ糸をかけまして、根元のここの1本を取ります。で、持ってきます。はい、今3本かかってるんですけども、またかけて、その横の鎖の目の手前の1本こちんとして持ってきて、5本になりました。5本になったらかけて一辺に通します。はい、これが1目目になります。マーカーですね。はい、で、鎖1で飛ばします。はい、最初だけちょっとこれイレギュラーなんですけども、次からはずっと同じ編み方になります。で、かけます。で、今入れたここ、引っ張られてるここ同じところに1回入れて持ってきます。で、かけて、この中長編みを飛ばして、その横の鎖編み、これですね、この手前の1本、ここに通してかけて、5本をいっぺんに引き抜きます。で、鎖1、これの繰り返しになります。かけて、持ってきて、で、ここ飛ばして、こうできて、5本、あ、やりました。はい、5本を一度に、で、鎖1っていう感じで、この辺まで編んでいきたいと思います。はい、それではこのリブの手前の、ここが最初の鎖編みをしたところなんですけども、ここが最後の模様編みの目になりますんで、ここまで編んできました。では同じようにかけて、ここに通して、またかけて、これですね、救急車が来ました。はい、かけて、引き抜いて、鎖1、
これで模様編みが完成です。こっちが表なんですけども、こんな感じで編んでいきます。では模様編みが終わったら、この後の10目こちらにリブを編みますんで、糸をかけての引き抜き編みを行います。ただ取る箇所なんですけども、これのこことここ、あ、これですね、この2本が、引き抜き編みの頭なんですけども、ここはこの奥の1本ですね、こちらを取って糸をかけての引き抜き編みをします。はい、糸をかけてこれを取って持ってきた糸で2本を引き抜きます。はい、これを10回ですね。それでは9目糸をかけての引き抜き編みができまして、ここが最後の目なんですけども、この最後の目だけ頭を取ります。糸をかけて2本ですね。マーカー通ってる頭2本なんですけど、よいしょ、はい、ここに引き抜き編み、これで偶数段の2段目完成になります。で、鎖1回して編み地をひっくり返して、1段目と同じように編んでいくんですけども、リブの方は同じように奥の半目を取って編みます。ここです。ここを引き抜き編み、よいしょ、はい、マーカーを変えまして引き抜き編みを10回します。これでリブがちょっとずつできてきましたんで、こんな感じでリブを編むんですけども、次ですね、3段目本体は鎖1回して、方眼編みを編みます。この1目目最初の目、ここを飛ばしてこう頭取ります。普通に頭を取って中長編み、鎖1回して1目飛ばしてここに中長編み、鎖1飛ばして、はい、ってな感じで同じように編んでいきます。で、こういう感じで、ここにリブが本当はあるんですけども、模様編みはですね、作り目をこう編んできて、で引き抜き編みをして、鎖1中長編み、鎖1中長編みっていう感じでビーと編んで、で鎖2で立ち上がって、最初だけこの頭と1個目の鎖のところを取って中長編み、で鎖1で、次はさっきの鎖編みのところとその次の鎖編みのところを取って中長編みで鎖1っていう感じで編んでいきます。で、ここリブですね、ここにリブリブって感じで、こっちは、頭の手前の1本取ってまして、こっちは頭を取ってます。こんな感じで編んでいきます。で、作り目は偶数にしておりますので、編み加減が終わりだと思いますので、少し編んでみられて、あのセンチを確かめていただいてから、着丈はお好みで変えていただけたらいいかなと思います。ではこんな感じでですね、前身頃なので襟のところを目数をちょっと減らしてから首元を編んでいくんですけども、こう編んでですね、こう編むので このここまでちょっと編んでいきたいと思います。で、何段編んだかっていうのをお伝えしたいと思いますので、前身頃の3分の1編んでいきたいと思います。はい、それでは前身頃を18段編んできまして、16センチぐらいになりました。お好みで変更してください。私の編み加減が緩めなので、もうちょっとキュッと締まるかもしれません。では首元ですね、ちょっと落として25段ほど編みたいと思うので、ここにマーカーをつけてるんですけども、裾からリブも含めて裾から102目のところにマーカーをつけていまして、残り18目になっています。はい、ここまで普通に編んできて、で折り返してっていう感じで25段分編んでいこうと思います。
では普通にここまで編んでいきたいと思います。はい、それではずっと編んできて、ここが最後の目ですね。最後の目に入れます。はい、はい、ではこんな感じで19段目ですね。普通に中長編みの方が編みを編んできました。でここで鎖2をして裏返して、普通にいつも通り今まで通りこう取って、こんな感じで、はい、今まで通りこんな感じで102目を編んでいく感じになります。はい、ではこれをですね25段分編むので、ここ18目開けた状態でこの102目を25段編もうと思うので、全体的に43段になるまで編んでいきたいと思います。はい、それでは102目に減らしてから25段ですね。で最初の120目が18段で、102目に減らしてから25段編んできました。合計43段編んでます。でここでまた、120目に戻すので、ここで鎖を18目編みます。1,2,3 と普通に9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 と、はい、鎖を18目編みました。でまた同じようにですね、立ち上がり2目で鎖編んで、編み地をひっくり返しまして、はい、同じですね、糸をかけて裏山3つ目ここに通して持ってきて、かけてその横の目の裏山ここにも通して持ってきて、でいっぺんに引きます。はい、またかけて同じ今通した裏山に通して、で裏山1個飛ばしてここですね、こうして割ってくる。とりあえずこれを鎖の部分行います。1個飛ばして、はい、1個飛ばして、はい、はい、9回編んできました。はい、では同じようにですね、ここを取ります。はい、でもここからずっと同じですね、いつも通りこう取ってっていう感じで取っていきます。はい、こういった感じでまた120目に戻ったので、あとは18段ですね。18段このまま編んでいきたいと思います。はい、それでは前身ごろ、ここが18段、ここが102目にして25段、でまた120目に戻して18段編んできました。最後はね、方眼編みで終わっています。で最後ここ、これですね、ここの長さの3倍ほど残してカットしました。で最後の目ですね、でここで鎖1回してピッて抜こうかなと思います。スーッと、はい、抜きました。キュッと、こういう感じで出来上がっています。こう編んでいます。ここ下リブなんですけども、スタートが10目のリブと110目の模様編みで、120目を合計ですと61段編んでいます。ですのでこっちが後ろ身ごろなんですけども、同じように120目と61段編んだものが、はい、こちらになります。はい、リブを間違えたんですけども、まあまあまあ
な感じで出来上がったので、これを肩合わせていこうと思います。後ろ身頃と前身頃の表をこう合わせて、ここをこう縫っていきます。表はこのここにちょっと筋があってですね、裏はないんですけども、こっちが表です。で裏、こっちをこっち同士を合わせます、はい、後ろ身頃もちょっと長めに取ってカットしてますんで、ここをまず合わせようと思います。それぞれの段をまあ取っていったらいいかなと思います。こんな感じですごい適当かもしれないんですけども、こう合わせていくだけです。最初だけ2回同じところに通しました。このままですね、もう同じ段になってますんで、こう縫い合わせていく感じですね。はい、そんなに変わったことはないんですけどこうやって肩を剥いでいきます。はい、両肩合わせていきたいと思います。ずれないように、はい、それではここまで縫い合わせていきたいと思います。はい、それでは最後の1目手前まで縫ってきまして、最後この塊のここと、まあ、ここですね、この辺をつなげて、でしかも二重にして終わりにしたいと思います。まあここ今通してもよかったですけど、まあいいや。はい、こんな感じで、はい、つなげます。ではですね、こっちももうつなげたので、こうつなげた状態になってます。続きましてお袖を編んでいこうと思います。はい、もう普通に、ではね、作り目作っていきます。4、5と92目の作り目で82目の本体と10目のリブにしようと思います。本体と同じです。10目のリブと82目の模様編み、同じ編み方で40段ぐらい編んでいきたいと思います。それが出来上がったんですけども、41段編みました。の長さの3倍の糸を残してカットしていまして、でこの糸で本体とつなげていこうと思います。ではこんな感じで腕を置けるんですけども、ここは胴体ですね、こんな感じになってるんですけども、ここが真ん中ですね。でそれぞれ端をこういう感じで留めていて、その間もちょろっと留めました。こっちは1目ずつで、その対岸を適当に拾っていくって感じで縫い付けていきたいと思います。それではこんな感じでお袖が両方つきました。
裏側につけてます。今こういう状態でついているので、こう中表にして折り曲げて、次はこの下をつなげます。はい、こんな感じでつなげまして、ここが80目のマーカーなので、まあ、下からでも袖からでもどっちでもいいんですけども、つなげていこうと思います。この長さの3倍くらいの糸をカットしてきました。とじ針で閉じていきます。裾から閉じようかなと思います。と糸始末まずしてから縫ってもいいかなと思います。適当に通しまして、で、まあ、こんな感じでですね、まずは糸始末をします。で、最初の目、もう何でもいいですね。サイドなんであんまり目立たないっちゃ目立たないんで、4本取ろうかなと思います。お好きなように取ってください。外側1本ずつとかでもいいかなと思います。同じとこに最初なので2回通しました。はい、ではこの後は1目ずつ取っていく感じになります。はい、こんな感じでずれないように気をつけつつ、はい、同じとこに入れてしまうってことも私よくあるのではい、こういった感じでずっと同じですね。目があるのでそのまま1目ずつ取って、はい、端までずっと取って、反対側も同じようにつけていきたいと思います。はい、それでは最後にここのリブを編んでいきたいと思います。ここは16目取るんですけども、ここに44目拾っていきたいと思います。今回は1周ぐるっと引き抜き編みをしてからリブを編んでいこうと思います。それでは後ろのここからスタートさせようと思うの で裏返しまして、ここからスタートさせようと思います。はい、ここはですね22目と取りたいと思います。まあ大体でいいんですけども、22目取っていきます。ここに糸をつけようと思います。はい、持ってきて鎖1回します。9、はい、で同じところにここからスタートして引き抜き編みをします。ここは最初の目、ね、はい、1、ここが1ですね。でこの間に22目入れていこうと思います。もう目分量っていうか適当に2、3っていう感じで数えてもらって、4、5、はい、で22目拾います。目につくところに入れてます。そのすぐ横とかこんな感じで割と適当に入れてます。では22目拾ってきます。
はい、それでは22目拾ってきました。で、次は16目なので、こう入ってるところに1って感じで、ここはここは普通に目を取っていきます。1、2って感じで頭ですね、できます。こういう感じで、はい、1周ぐるっと126目編んでいきたいと思います。はい、それではぐるっと1周引き抜き編みをしてきました。ちょっと変更っていうか、このまっすぐなこことここの数を42目ずつになりゆき状になりまして、ぐるっと1周116目になりました。これ最初の目の頭に引き抜き編みをしたいと思います。抜き編みつなげました。で、ひっくり返しまして、こういう状況ですね。ここが表でここが裏なんですけども、こっち向きに編んでいこうと思います。ここからこうですね、こっち向きに。で、5目のリブにしたいので6目の鎖を編みます。4、5、6目編みました。で、糸をかけまして、鎖の裏山2個目にまず糸かけの引き抜き編みを行います。5目ですね、5目なのでマークいらないですね。裏山に糸をかけての引き抜き編みを行います。2、3、4、5個目はここです。はい、こんな感じでしまして、でちょっと分かりにくいんですけども、こう編み地を変え、グッとすると、ここが1目目、ここが2目目、3目目っていう感じで、頭があるので手前の1本ここに通して引き抜き編みを1回行います。で、もう1回その横の目の手前の半目ですねに引き抜き編みを行います。では編み地をひっくり返しまして戻っていきます。戻っていく、また先まで行くんですけども、今引き抜き編みをした2目は飛ばして、こう返すとここに頭がこうあるんですけども、これの奥の1本、ここです。ここを引き抜き編みしていきます。1、5回ですね。2、3、4と編んできて、最後1目なんですけども、ここは奥の半目ではなくて頭2本通して引き抜き編みします。で、鎖1で編み地をひっくり返して糸をかけての引き抜き編みで戻っていきます。ここはちょっと見えにくいですけども、奥の半目です。よいしょ、このここです。ちょっと寝ているので分かりにくいかもしれないんですけども、ここです。これです。はい、こういう感じで編みまして、で、またこの目の上の半目ですね、手前の半目を2回拾って引き抜き編みをして編み地をひっくり返すで、3目目の奥の半目、奥の半目に引き抜き編み、最後の目は頭。はい、こんな感じで。これを一周ぐるっと編んでいきたいと思います。はい。では編んでいきます。はい、それではぐるっと一周リブを編んできまして、こういう感じになりました。はい。ではここスッと抜きますね。ちょっと短かったんですけど、まあここの3倍ぐらいの長さ。を残してカットしています。では
とじ針で閉じていきます。115段編んでるかなと思いますが、おそらく数えてないんですけど、5目数えて1、2、3、4、5、5のここが目みたいなので、もうどこでもいいんですけど、通しまして、向こうも1、2、3、4、5、ここですね、ここ1本通します。まあお好きにお好みで取ってください。こんな感じで取っていきます。次もこうで、次もこうで、はい、最後の目、最後はこう頭取ろうかなと思います。2回通します。はい、どこかなあ、ここですね。はい、こんな感じで糸始末していきます。はい、それでは完成しました。ちょっと遮光してますね編み方的に斜めになっちゃうので、中長編みを2回する編み方の時はこうきつめに編んでですね、中長編みの方が編みをする時はちょっと緩めに編むとマシかなっていうふうに思うんですけども、ちょっと実際私遮光しちゃったんで何とも言えないんですけど、まあこんな感じに出来上がりました。今回14玉使いまして、14玉目結構余りました。はい、こんな感じで余ってます。ご参考まで。はい、では試着をして今回の動画は終わりにしたいと思います。あ、裾なんですけども結構キュッと締まっています。広がるんで切れなくはないんですけども、割と縮むので裏も表も、糸掛けの引き抜き編みの方がもうちょっとゆったりできるかなっていうふうに思います。しっかりめのセーターになりました。では本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンポチッと押していただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではおりんでした。さよなら。